愛子ちゃんどうもこんにちは。ちゃいます。今日は9月21日ですね、すごく良い天気で眩しいです。はい、今日は神戸三田の金福明太パークに来ています。はい、これから三田に来ることになりました。南港のね、明太パークが閉店してしまったんで、明太パークに来たかったら三田まで来ないといけなくなってしまいましたね。はい、今日は何しに来たんですか？今日は、明太子、明太パスタと、明太おにぎりを食べに来ました。はい、食べに行きました。で、実はもう食べてしまいました。食べてるとこの絵はありません。すみません。美味しかったな。パスタ美味しかったな。俺パスタびっくりした。めっちゃ美味しかった、明太パスタ。写真は撮ったんですけどね、ちょっと動画は撮らなかったです。もう人がいっぱいですごい密でした。はい、だからね、ちゃんと消毒した？した。した？消毒。した。な、マスクもちゃんとしたな。結構いいとこですよ。中はね、人が多いんでちょっともう撮影できませんけど、表はこうね、噴水があったり、子供たちが遊ぶのには最高ですね。うん、最高やな、今日の天気。天気がもうむちゃむちゃいいのでね。もう真っ青な空。この景色。この景色。そしてひろこ。はい、というわけで。こっちゃん。こっちゃんです。はい、たまぴよ。たらぴよです。はい、ひろこちゃん、というわけで今日は金福明太パークに来ました。というお話でした。じゃあなー。アデュー。ジオや。